神社といえば、まあお守りですけれども、面白いお守りがありました。こちら、これね、井部さん、自分で作るお守りということなんですね。ご神縁お守りといいまして、はい、皆様自分だけの特別なお守りを作っていただいてます。はい、これは どういうふうに作るんですか。そう、こちら意味が全部でですね12文字ありまして、はい、今期間限定で輝きっていうこちらのお守りがあるんですけど、はい、こういうお守りを1体から3体ほど選んでいただいて、袋もご自身で選んでいただくという。はい、その12のね、あの漢字がここにね、はい、全部書いてるんですけど、ね、はい、ちょっとさんちゃん寄ってもらえます。こっちに一つ一つ願意が込められてますので、導くとか、凛、はい、とか、陽とか、ね、あと恋とか美とか、こうさまざまな文字がそれぞれこう書かれていて、これを選んでここにある袋の中に入れる、ね、ということですね。はい、今期間限定で夏詣の、うんうんうん、はい、通常のと違って裏がこう鳥居が色が赤かったりとかするのが、あ、通常はこういう色なんです。あ、なるほどね。ちょっと夏らしいのがあったりとか、あ、模様が入ってますもんね。はい、あと、がま口だったり象形の袋という、あ、それに入れてもいいってことなんだ。はい、そうですね、もう本当に皆様の自分だけ、はい、あったお守りを、カスタマイズお守りってことですね。カスタマイズですね。はい、じゃあ3つ入れていいんですね。はい、せっかくなのでぜひ。いや、せっかくだからやっぱりこうね、夏詣の限定の袋にしましょうか。はい、そうですね、これ今しかない、はい、夏らしいお守り袋、はい、これは他の神社では見たことがないですね。そうです、オリジナルですね、当社の。はい、この中に入れるんだ。何します3つだってね。やっぱり健康ですよね、まず。ね、何よりも健やかで元気いっぱいに生き生きと暮らしたい方、はい、これが大事。なんせかんせね、健康がベースですから、やっぱ健康を選びましょう。これここにこうやって置いていくんでしょう、きっと。そうです。 ありがとうございます、ね。あとは何だろうな。いや、もうどれも入れたいね、どれも入れたいね。いや、でもやっぱりこれかな、開くかな。現状に満足することなく積極的に新しい道を切り開きたい方、佐藤真美です。これかな、開く、こちらです。はい、すごい、これ素敵、はい、これブルーに開く。いやー、どうしようどうしよう。あとは、いやー、でもこの夏詣期間限定のね、このようですか、輝きです、ね、あ、輝きですね、はい、夏詣期間限定の輝き、はい、まばゆいほどにキラキラと美しく光り輝く希望に満ち溢れた生活を送りたい方、どれもね、あの自分に当てはめたいと思うけれどもでもせっかくですから、ね、この夏詣のキラキラしてるお守りなので、はい、通常よりめちゃくちゃ輝いてます。そうなんです、キラキラですね。はい、じゃあこれを3つ選ばせていただきました。はい、こちらでお入れいたしますので、はい、お願いいたします。はい、お預かりいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、中にちゃんとこれか、ね、それぞれの意味が、はい、あ、これは嬉しいですね。こう開くっていうところがね、でもこうずしっときましたから、このお守りで、はい、ぜひ。夏詣で期間限定のもちょっと持ってて、あ、すいません、ありがとうございます。名前書きたくなりますね、これね、佐藤って夏詣で期間限定のお守り、はい、中には私の3つの思いがこもった、はい、なんていうんですか、これご神縁お守り、ご神縁か、はい、中には内封が入ってます。内封、これ自体は内封っていうんですか。そうですね、中のお守りが入ってます。あ、そうか、そうか、それを皆さんで選んでいただいてるっていう、はい、ね、私の3つの思いがこもったお守りですから、はい、なんかこう湯倉神社に来てとてもこう私の道がわっと切り開いていく未来が見えている気がしてます。はい、ありがとうございました。
朝湯倉神社を出まして、この後また花菱ホテルに戻るんですが、この湯の川エリアでどうしても紹介したいお店があるんですよ。私が小さい頃食べてとっても美味しかったお団子屋さん、こちらです。そう、銀月さんです。ただね、ここはアポイント取ってないんです、私。ですからこの YouTube の撮影が OK かどうかというのをちょっと今聞いてきますので、お待ちください。銀月さん、私の思い出の場所で。あ、そうなんですか。ちょっと撮影させていただくことってできるかどうかを。はい、撮影 OK ということですので、どうぞお入りください。これですよ、これ。すごい、今急遽もう綺麗どころを用意してくださいました。もう私はね、銀月さんのねお醤油が大好きでした。で、母はごまとあんが好きで、ごまもねよく食べましたね。本当に美味しくって、きなこはこれ初めて見ましたね、私。あー、そうなんだ。へー、夏限定なんですか？夏以外にやってて、暑い時以外にやってて。あー、そうなんだ、はい、わー、出てきた醤油、はい、いやー、美味しそう。一本ずついただきますか。お皿に食べますか？ね、あ、いや、テイクアウトさせていただいて、はい、4種類1本ずつ。はい、4種類1本ずつ、はい、社長にちょっとお話を。いや、社長、ちょっとだけお話お聞きしたいんですけど、銀月さんは、はい、銀月さんは今創業何年ですか？昭和41年創業ですので、今年は56年目になります。はい、56年も、はい、で社長で何代目なんですか？暫定2代目。暫定2代目、はい、暫定自称2代目。自称2代目。複雑ですけど、そうですか。私昭和50年生まれなので、はい、だからもう本当にはい、まさしく一番こう賑わってる頃によく来ておりました。本当にもう今日はきなこっていうその限定のものがありましたけど、はい、いわゆるそのなんだ、あんこみたらし、それからごまというのはもう昔からずっと同じ味ですか？そうなんだ、はい、不動の定番です。不動の定番ですね、まさしくおっしゃる通り、はい、不動の定番ちょっと変えましたので。ありがとうございます。はい、ここお店の中ではねちょっと食べられませんので、外でいただいて帰ろうかと思いますので。足湯でどうぞ、はい、足湯でね、それもいいですね。ありがとうございます。銀月さんの昔からの味を守り続けているお団子を買ってまいりました。この後はですね、これをちょっと食べながらホテルに戻りましょう。やっぱりみたらしですよ、ね、焼いた団子にこうみたらしをつけてるんですよ。ちょっとこれだけ、カメラさん、この焼いたやつにあんを乗せているっていう、このパック持ったまま食べてる人もいないよね、なかなかね。はい、まだ。良いですか？はい、いただきます。にょーん、懐かしい。焼いてるのでちょっと香ばしさがありつつも、もう本当に耳たぶみたいに柔らかいです。これは本当にふるさとの味だね。もう大好きです、銀月の団子。これ最高のコースじゃないですか。浴衣をねレンタルしてワンコインで湯倉神社に行って、歩きながら銀月の団子、函館満喫コースですね。期間限定のきなこも気になってて、これきなこ、はい、きなこ
食べながら仏撮りっていう外で歩きながら食べながら仏撮りも。いただきます。あー美味しい。あのね、やっぱ白あんがベースになってるので、すごく滑らかな白あんにきな粉の風味と味がこうついてるっていう感じ。あのみたらしのあんはねちょっとあったかいんですよ。でもこっちはね冷たい、ひんやりしてる。湯の川温泉の足湯にやってきました。私ね、ここに足湯があるってことを実は知らなかったんですよね。今日はあの湯倉神社から銀月に行って歩いてきましたので、ちょっと若干足が疲れてます。浴衣で足湯、失礼しますよ。ああ、結構暑いね。結構暑いです。思ってたより暑い。あ、濡れちゃう濡れちゃう。これ何度ぐらいあるんだろう。結構厚めです。あーでもなんかこう足の疲れがほぐれます。気持ちいい。これはやっぱりこの辺に住んでる人はなんとなくここに来て足湯入りますよね。やっぱりこう改めて函館は温泉の街なんですね。だってこんな函館の町のど真ん中にね足湯があるわけですから、札幌だと考えられないですよ。やっぱりこちらの足湯ね、午前9時から午後9時までやっているそうなんです。だからこう函館観光いろいろして最後にここで足湯に入り、ちょっと足から体の疲れをほぐしてお宿に帰るっていうコース、一日の締めくくりとしては最高なんじゃないかなと思いますね。あー楽しかった。今回のなまら函館いかがでしたか。私の思い出の場所湯倉神社を通して日本の新しい文化夏詣を楽しむことができました。やっぱり浴衣を着て神社に行くと日本人でよかったなと思いますね。この夏詣おそらく全国各地の神社で開催されているんですよね。さあ次回のなまら函館はどこの何をレポートするのでしょうか。お楽しみに。そうなんですね。ですね。あ、そうですか。レアチーズも気になりますよね。チーズ好きとしては。台湾カステラなんですけど、中の源泉使って蒸し上げて。冷やすとしっとり、温めるとふわふわ。クリーム、バター、ジャムなどつけてカスタムしても美味しい。へえ。源泉使ってるんで、本当。食べると甘いんですけど、うん、後味にちょっと塩味を感じるんです。これはあれですね、ちょっと味見してみたい感じがしますけど、このままでも食べられるんですか。食べれます。本当は温めた方が美味しいんですか。そうですね、軽く温めて食べる方が焼きたてに近い感じにはなるので。いや、せっかくですから、はい、いいですか、はい、台湾カステラって最近よく聞きますけど初めて食べますよ私は。あ、ちなみにこの、 あの普通のカステラと台湾カステラって何が違うんですか。工程も違うんですけど、はい、本当台湾カステラの場合どちらかというと卵白を泡立てるのでショーンケーキに近いんです。あ、なるほど。ただそのまま卵黄も一緒に使う感じなので、うん、シフォンケーキよりは卵っぽい。はあ。なのでカステラっていう表現になったと思います。じゃあ
言ってみればシフォンケーキとカステラの間ぐらいみたいな感じですか、ですね、作り方としては、はい、あ、そうなんですね。初めて知りました私。ちょっと食べてみましょうか。確かにね、こう持った感じは割とこうしっかりしてるなっていう、でもなんかふわふわ感も感じるという。へえ、こんなことでもないとね台湾カステラ食べないですよ私。あー、なんかこのねこう割った時の感覚が本当にこうしっとりしてるなーっていう感じがします。うわー、すごい濃い響いた。おいしい。なにこれ、なんか初めての食感です。え、なんだろう。うん、確かにこうシフォンケーキのような空気感のある生地なんだけども、カステラのしっとり感があるみたいな感じ。これちょっと食べたことがない、こんな食感。めちゃくちゃ美味しいですね。ありがとうございます。